来るべき衆議院選挙で野党第一党の議席をお預かりするということが目標でございます。日本維新の会は今日臨時党大会を大阪市内のホテルで開き、馬場伸幸代表の続投を党員投票により決定しました。馬場氏は4月の統一地方選で目標の地方議員600人以上を達成し、続投が確実視されていました。